いわゆるこの低さをきちんと声帯をしていて、そして鳴らして響いてる、これがいいので、変な感じの4人をジャンルと飲んで今日は、はい、この番組はコロスポンサーのテーションだ、プロプレスボース。はい、皆さんどうも、こんにちは。マイスクリーム講師のデスノーリーさん、マホーンと、そしてはい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はですね、はい、まあ、トーク系というか、そうですね、の企画でございますけれども、トップ歌手のミックスボイス解説してみたよっということで、はい、ございましてですね、すごいですから、そうなんです、はい、皆さんすごいですから、ね、まあ、トップ歌手ですから、そうです、そうなんです、うん、我々まあ、声帯の専門家、はい、で私、ボイストレーナーでございまして、まあ、声を専門とする、うん、なりわいというかですね、はい、をさせていただいているんでございますけれども、はい、なので、まあ、日々僕のチャンネルでは、まあ、アーティストさんの声別の、解説だとか、はい、させていただいたりすることも多いわけですね、うん、で、まあ、それの一環として、はい、今日はそのトップオブトップの人たちの、はい、そうですね、声っていうのは、うん、まあ、どういう特徴があるのかっていうのを、はい、まあ、ある程度ちょっと、人数を求めて、今日一つの動画としてご紹介できればと思ってます。そうですね、意外とそのジャンル不問というかで、はい、今日やっていこうかな。いいですね。思いついたすげえ人たちを、うんうん、一旦ピックしてお送りできていければいいかなと思ってまして、これ勉強になります。勉強になりますし、はい、好評でしたらね、これ続けて、うん、まあ、いろんな人をこうまとめてみたいな感じでご紹介できると思いますんで、はい、まあ、ボイトレ頑張ってる方ですとか、はい、これから歌頑張っていきたいみたいな方々にもすごくこう参考になる内容が盛りだくさんだと思いますので、はい、ぜひ最後までご覧いただければと思っております。はい、ということなんですけど、はい、まあ、さっき申し上げましたけど、ジャンル今回は不問でございます。なるほど。で、いつもなんかハイトーン限定だったり、まあ、確かにロック限定だったり、はいはい、なんかね、誰が好きなアーティストだったりするんですけれども、とりあえずなんかすげえ人たちを、そうですね、とりあえずピックしていこうじゃないかと、そうです、いうところ で、うん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 、でちょっとまず一人目からいきましょうか。はい、一人目はミセスグリーンアップルの大森さん、よ、大森月さんです。まあ、それはね、はい、入りますよ。うん、うん、時代を象徴してます。象徴してるし、はい、もう一度やっぱりミックスボイスの使い手と言ったらと、使い手です、うん、マジ、まあ、そういうところですよね。もう、はい、もう手玉ですよ。うんうんうん、もうなんだろうな、自由自在というか、はい、な感じなんですけど、まあ、でもさっき本当に言った通り自由自在、はいはいはい、はい、まあ、ここが一つのキーワードですよね。あ、はいはいはい、大森さんがね、キャッチフレーズとしてはどんな感じですか。やっぱ大森さんはですね、はいはい、ミックスボイス令和型です。これはインフルエンザみたいな。令和型ね。令和型。はいはいはい。A、B、令和ね。はい。そのミックスボイス自体というよりは、はいはい、やっぱ先ほど自由自在って言ったところにキーがあると思うんですけど、はい、ミックスボイスってですね、やっぱり軸足なんですよ。なるほど。なので、そこに、あ、そうですよね。足がしっかりとはまってるんで、いろんな発声に行ってもブレないっていう。ここがですね、この大森さんのすごいところだし。要はその、うんうんうん、その人の軸となる発声ということですね。そうです。要はプレーンにいい状態があるから、いろいろなところに、それが派生して、どんな味付けもできるよっていう意味での軸足ってことですね。そういうことなんですよ、はいはい、つまりですね、このミックスボイスっていうのはちょっと危うい声でもあるんですよ。なので、ちょっとコントロールを変えようとした時に、はいはい、ブレやすくなることがあるので、あ、はいはい、まあ、ミックスにハマったらミックスでずっと行きたいようなところもあるんですけども、うんうん、はい、まあ、そこをですね、割と、まあ、むしろ楽々いろんな発声にこう行っても戻ってきてブレないんで、小回りが効きますからね。でもすっごい強いんですよ。あ、なので、まあ、大森さんで言うと、はい、まあ、そのミックスボイスのちょっと閉鎖が強いんですよ。はいはい、声帯力がすごい強い。データ、まあ、ここもですね、令和なのかなっていうところですね。で、以前解説した大森さんの動画にもありましたけどね、閉鎖の力が強いってことですね。それが、まあ、発声がぶれない原因にもなっていらっしゃるというところですね。はいはい、まあ、なので、まあ、ここがですね、この、まあ、令和系と令和型と先ほど、まあ、言ったのは、そうですよね。これ結構やっぱ歌い手さん解説したりすると、はいはい、そういう人多いですよね。あ、多い。要はその軸足をもとに、いろんなところに行きまくるってことですよね。うん、そういうことなんですよ。分かりすることで言うと、Ado さんとか、うん、もうそういう感じですよね。うんうんうん、本当にそうなんです。確かに確かに確かに。うんうん、J-POP というか、まあ、J-ROCK というかの中で、やられてる存在の一人ですよね。大森さんはそれを。うまく楽曲に織り交ぜて、ね。ヒットチャートにいるけど、もう、そう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 。すごいアングラとか。そう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 。マニアックなことを言ってるみたいな。そう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 。そうそうそう。僕のこととかもすごいんじゃないですか。いや、すごいですよね。あんなクラシカルな裏声出しといて。そうなんですよ。そこも特徴ですよね。そう、で、ミックスになったら、うん、ジャキッといくみたいな。そういうことなんですよ。あれみたいな、うんうんうん、同じ人ですかみたいな。そうですよね。そこの振り幅がすごいですよ。めちゃくちゃすごいんですよ。それでブレないっていう。そう、うんうん、そうなんだ。から戻ってこれる場所があるっていうのがすごいですよね。そうです。軸をとにかく持ってるって感じ、うんうん、サビ前のこの僕のことの、はい、この狭い広いのそのところから、はいはい、ミックスで行った後一回裏声に行ってまたミックスに戻ってくるところがあそこね、すごい力強さ感じるんですよ。あそこね、ちょっと僕やってみると、はいはいはい、チャレンジ、チャレンジ、僕のことチャレンジ、そう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 、
狭い広い世界で奇跡を歌う。そうそうそう、ここで奇跡を歌う。歌うなんですよね。これすごいですよ。そうなんですよ。なんかここ弾いたなと思ったら、うん、これ難しいんだよな。これ難しい。ここのスイッチング。だってずっともう裏声に行ったんだったら、ああ奇跡を歌うの方が絶対言いやすいし、うんうん、そう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 。ね、体はそれを求めてる。無に。拒絶してやりたいことがあるんですよ。そうそうそう、メッセージ性があるんですから。確かにそこに乗りますよ。そうだわ、うん、歌うんだ、歌うんだってね。そうね、確かに確かに、歌うんですから、ね、いやそう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 、うん、いやこれかっこいいなと思って、こうここやめよっかな、いや歌うみたいな感じっすよね。そう、わかるわかる。だから こういうところってそのまあ声域の使い分けが一つ、はいはい、まあ、歌唱力のポイントになる、まあ、そういった、まあ、時代になったんだろうというか。いやそうですね、うんうん、障害物競争上手い人勝ちになってきた感じは、そうですよね、時代的にはありますよね、ちょっとそういう面もある。そうですね、いや素晴らしいな。いや素晴らしいです。そうだね、令和型です、うん、間違いないと思います、はい、じゃあ次なんですけど、はい、これちょっとなんか僕の推薦なんですけど、うん、そうですよね、TM レボリューションの西川さん。いやすごいですよね、本当にね。最近あのファーストテイクがちょっと出てまして、はい、改めて、うん、改めてバケモンだなこの人。すごいですよ。一生喉がポジションが一緒だし、うん、一生強いし、そう、一生鳴ってるし、なんか、うん、そうですよ。いや、難易度高いところをあえてチャレンジしに行く、そうそう、スポコン感というか、そう、アスリート感がありますよ。登山家かよみたいなぐらいの感じ。そう、高い山あると登っちゃう。そうそうそう、すごいですよ。すごい。これ僕言いたいがために、うんうんうん、タイトル勝手につけたんですけど。あ、そうです。そうなんです。これはだから。そうです、うん。大森さんは令和型です。令和型。西川さんは全部型なんです。全部型ね。そうです。なるほどなるほど。全部いってる。そうなんですよね。トッピングを全部、全部、全部の量を乗せてる。全部入りなんですよね。そう、全部が全部、全部種類を全部乗せてるみたいな。だからミックス構成する、うん、要はそのハイトーンとかミックスボイスとかですね、うんうんうん、を構成する要素っていろいろあるじゃないですか。鳴りだとか、はい、この喉の広さだとか、うんうんうん、息の量だとか。うん、ですけど、とりあえず全部のつまみをマックスにしてるんですよね。わかるわかる。そうそうす。だから結果的にはその、原料ミックスなのに聞こえ方としてはやっぱ地声感が強い。いやめちゃくちゃ地声、うん、ところどころなんとかミックスに聞こえるんですけど、うんうん、基本的にはやっぱね地声に聞こえますよね。なんかその昔のなんか歌い方の方がもっとミックス感が強かったかな。確かに確かに確かに。より進化したって言ってるというか、そう、山登る山がどんどん高くなってきますよね。すごいなと。なんのごまかしもない、うんうん、ドストレートに言ってますよね、うんうん、これポイントで言うと歌い方みたいなのこれは、うん、まああのファーストテイクの時はもう、はい、こうやって歌ってるんですよそれも含めてなるほど、ポケットに手入れてこれ、うんうん、ピアノビーを消しますそうなってやってるんですけど、それも含めてやばいなと思ったんですけどうんうん、うん、もっとこう我々常人はなんかもっとこうしてこじんまりしちゃいけない。なるほど。ピアノビーを消しますそうな、この草えもどん忘れてじゃなくて、テレビを消し忘れ、この草えもどん忘れてぐらいに持っていかないと、うんうんうん、パワー不足になっちゃいますよね。そうこれじゃないかって言っちゃう、はい、広げるとこ全部広げますみたいな。なるほど。で広げた分息吐かないといけないんで、でまあなんかさっき、うんうんうん、令和型で言うと、うんうん、まあ例えばアドさんとか、うんうん、分かりやすいところかなみたいなのありましたけど、まあ昔のアーティストに多いじゃないですか。そうです、ね、こういう系の人。そうですね、うんうん、なんか広い強いみたいな系の人、まあミックスって言うからにはやっぱハイトーンですね。そうですね、うん、でなんか松崎しげるさんとか、松崎さんね、松崎さんとか、はいはいはい、あれとバケモンですからC5 とかを鬼のような出しちゃうんでね。そう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 とか近いかなって思いますけど。そうですよね、やっぱパワーをしっかりこう、うん、そう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 、ちゃんと人力を使ってこうみたいな。そうですね、まあ、そういう系かな、はいはいはい、西川さんはと思いますね、うんうんうん、じゃあ、はいはい、次なんです、はいはい、まあ、次はね、はい、やっぱりその、まあ、ミックスボイスっていうところを、はいはい、やっぱ王道で言っているパターン。あー、なるほど、まあ、この王道系ですよ、ね、なるほど、まあ、これはですね、やっぱりその、なんなら皆さんですね、はい、このボイストレーニングをしている人は目指してほしい、はいはい、そうですよね。まずは通ってもらいたいし、うん、そこも難しいし、そこも極めれるし、はいはいはい、ところだと思うんですけども、はい、まあ、ここをですね、やっぱりその楽曲性だったり表現力にこの乗っけてね、あのこうご自身のものにしてらっしゃる、うまくいかしてるところ、うん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 、はいはい、それで、まあまあ僕のおすすめというかね、はいはい、推奨で言うと、はいはい、ダイスの花村壮太さんです。出た、出た、出た、うん、なるほどなるほど。このチャンネルで言うの初めてかもしれない。そうなんですよ、うん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 、そうなんですよ、意外と初めてね、
ダイスはやっぱこれ、二人ともうまいです。うまい。はい。なんか、ね、ちゃんと経てますよね。経てるし、ボイトレはね、二人ともちょっと違うんですよ。そうなんですよ。うんうん、うん。そうなんですよ。それがまたいい塩梅というか、そうそうそう。その、掛け合いになるというか、ね。そうなんです。ちゃんとお手本のような、そうなんです。声の持ち主なんですけど、うんうんうん、いわゆるこの、閉鎖をきちんと声帯はしていて、うん、そして鳴らして響いてる感じ。これがいいので、はいはいはい、もう皆さんも、ね、もう本当によく聞いてもらって、はいはい、その鳴りとか響きとか、うん、そういったところを感じてもらえるとすごくいいんじゃないかなと、はい、いいですね。お手本としてめちゃくちゃいいですよね、うん、いや本当にもちろんめちゃくちゃあの、うんうん、お上手でいらっしゃいますし、はい、なんだろう、本当ミックスってすごいコントロール大事じゃないですか、うん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 、コントロールオブコントロールというか、はい、コントロールした結果そういう音色になるみたいな感じだし、そうそう、バランスをすごく取らないといけない。だからまあ本当にこういう王道でいけてる人っていうのは、うん、あ、この人永遠にロングトーンできるなっていう感じなんですけど、 そうですね、まあ、そこ感じると思うんですよね。そうですね、定位置感みたいなのが結構感じられると思うんですよね、うんうんうん、例えば、うん、ちょっとそれやってみよう。ぜひ。例えば嬉しい、シトラスの、まあ、最後の、まあ、ここで言ってみると、はいはいはい、それすごいなと思って、うんうん、そこ高いんだよな、ここがブレないじゃないですか。そうそうそう、多分ブレることないと思うんですよ。なるほど、うん、もう決まってますから、ね、そうですね、見つかってるから。でなのでこのポジションがやっぱり安定するから、うん、そのがなりっぽいのも入れやすいし、はいはい、はい、だからこの楽曲にいろいろなこうアレンジも加えれる。あ、だからこれやっぱりその王道じゃないかなって思うんです。そっか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 、うんうん、王道ゆえにまあいろいろ味付けもできますからね。そうですね、うん、そっかそっかそっか。他になんか先生が思う王道系の人とかいるんですか？そうですね、まあそのそれこそ、まあ、昔僕がよく聞いたというか、はい、っていうと、まあ、ゆずさんとかね。あ、まあ、ゆずさん2人とも上手なんですけれども、まあ、特にその王道系のミックスっていうことで言うと、はい、まあ、ゆずのやっぱり岩沢さん、あのハイトーンは、まあ、やっぱりお手本にできるんじゃないかなと思います。トーンってきますからね。ああいう音色を目指していくとやっぱり整うと思います。出た、あ、そうそう、整う、整うワードですからねミックスイコール整う。確かに確かに、そうそう、スンってスンってするやつ。そう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 確かに確かに、ミックスをそのなんだろうな、王道系かどうかっていうところで言うと、やっぱその定位置感というか、うん、決まった位置でこうバランス取れてるみたいな感覚、うん、効率いい感みたいなやつがあるかもしれないですね。そうです。ので、うん、その辺に着目しながら聞くと、はい、結構皆さんもこうあの聞き分けられるかもしれないですね。はい、うん、で次です。次最後です。なんか今日の最後なんですけど、うんうんうん、ワンオクロックの高さ、あ、なんですけどね、そうです。もう、なんだろうな、まあ、うん、タイトルつけるまでもないんですけど、ないですね、まあ、ガナリ系。そうですね、ガナリ系ですよね。ガナリ系の人です、うん、まあ、歪み系、歪み系、ガナリだけじゃないしね、うん、そうなんです、そうなんです、そこも難しい、すごいですよね。まあ、結局皆さん軸足がちゃんとある前提で、どういう味付けを好んでるかの話なので、うん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 、まあ、別に系で分ける人もないんですけども、はい、その、うん、この人たちが普段よく使ってるポジションはっていうところで表すと、うんうんうん、まあ、ガナリ系ですよね、うんうん。やっぱまあ随時そのなんかワンオクロックのよくその解説とかもさせていただくことあるじゃないですか、はい、その時にも先生たまにおっしゃるんですけど、歪みが本当ついて回ってるっていう。あ、本当にそうなんです、そうなんです、うん、なんかある種ガナロートもあんま持ってないぐらいの、あ、強い声出そうぐらいのぐらいの感じで入ってる感じっすよ、ね、はいはい、他にガナリ系だと、はいはい、まあ、最近で言うとそれこそユーリさんとか、まあ、そうですね、めちゃくちゃ有名だと思いますし、うん、あとまあ、弟さんヒロさん、ああそうです、そう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 、前橋のヒロさんとかも皆さんガナリ系なんですけど、みんなやっぱおもろいのはちょっとポジションは違うんですよね。ちょっとずつ、ちょっと違う、あ、ちょっと違って、うん、そのさっきのオードミックスの話とちょっと近いっちゃ近いですけど、うんうんうん、そのよりお手本系ミックスにガナリが入ってるのがタカさんかなって僕は思ってるんですよ。あ、そうなんだ。割とヒロさんとかの方がどちらかというとこう鋭い感覚というか、うん、堂々ではない感じがするし、ユーリさんはもっと地声な感じがするんですよね。なるほど。もっと地声、もっとポジション低い感覚があるような感じですよね。そうそうかもしれないですね。そうなんですよね。タカさんは意外と歪み取ったらめっちゃいい芳醇なミックスみたいな感じというか、うん、そんな感じません？なんか、いや、そのそれこそ本当に胸感っていうか、あ、胸感というかね、太さというか、あったかさが兼ね備えてる。そう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 。そうなんですよね。そうなんです。うん、それがすごい。いいですよね。それがすごい。ガナリって。通常なんかそのがなりがかかってる時って、うん、それこそ例えば王道なミックスの時とかと比べると喉って狭くなりやすいんですよね、うん、狭くなりやすい、まあ、詰めやすい、そうですね、ですけど風が鳴らす、風が鳴らすに、うん、なんですけど高さあんまりやっぱそれを感じさせないっていうか、うん、本当にいい意味でおまけ程度になってるみたいな。そうですよ、ね、いいミックスになってますけど、みたいなテンションでがなってるんで、そう、謎、
そこが謎いですよ、ね、謎い、確かに、うん、そんなことできるっていう、うん、まあだからそこは生態の特徴もあるかもしれないですね。あるかもしれないですね。火星体の特徴もあるかもしれない。ああ、あるかもしれない。火星体もですね、やっぱりその解剖的に見たら、はい、そのまあ僕は 何もね、もちろん喉の中見る機会が多いので見る。そうですよ。火星体もやっぱり人それぞれ違うので、まあ、そういったところにもね、特徴があるのかもしれない、ね。なるほどな、うん。それがうまく掛け合わさってる可能性確かに。はあるかなっていうところですね。あるかもしれない。僕の好きな怪物って曲、今ちょっと聞いてたんですけど、はいはいはい、やっぱそのがなりがやっぱこう、本当先生がよくおっしゃる、うん、塩コショウみたいになってる感じするんだよな、うん、なんかこういうわざとらしいがなりじゃないんですよ、うんうん、ここは皆無皆無みたいな、あこういうニュアンス、うんうんうん、誰もが口先だけでみたいな、あいい、ね、こういう感じ、この大量じゃないとちょうどいい塩コショウね、そうそうそう、これ難しいな、これむずいんだよな、今のも難かったもんな、全然できてないんですけど、まあ、雰囲気としてはクーってじゃなくて、うんうんうん、あーじゃなくて、あーみたいな、あーいい、イエーイみたいなぐらいの感じ、そうね、そういいね、かっこいいね、通常の普通の声出してるぜ俺みたいな、はい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 、その感じがいい、だからわざとらしくないんですよ、ね、そう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 、それがね、好きなんですよね、まあ、いわゆるオーガニックヒズミですね、オーガニックがない今言わないですけどね世間的には全く我々もね、そう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 、言ってるやつ、そうそう言ってるやつ勝手に言ってるやつ、そう、オーガニックがないなんですよ、教科書書いてないですよ、書いてたもん、書いてないから、絶対書いてない、確かに残せるように頑張りましょう、はい、いやそうなんです、という感じですかね、うん、以上4人でございますよ、はい、てな感じの4人をジャンル組もんで今日は、はいはい、解説させていただきましたということで、うん、いや皆さんすごいですよ、皆さんすごい、めちゃくちゃすごいもん、まだまだいますから、まだまだいるので、はい、あの今日の動画ぜひあの参考になった方はですね、はい、あのコメント欄で、うん、あのぜひあの反応とかくださると嬉しいですね、はい、あのこのアーティストどうなんだとか、今度このアーティスト紹介してくれとか、ね、そうですね、そういうことであるとか、うん、あとここはこうなんじゃねみたいな、あ皆さん独自のその僕らがちょっと見逃してしまってるところとか見解をね、見解を聞きたいし、うん、いいですね、あとシンプルにその、あの参考になった方のグッドボタンとかを押してもらえると嬉しいですし、うん、今後もこのシリーズを続けていけるきっかけになりますので、はい、ぜひお願いしますというところでですね、あの生体の専門家リゼテと、ボイステラの方がお送りいたしましたという感じで、ありがとうございました、バイバイ。